133番です。まず大事なことは、ナミは1周期、ラージ T 秒間、周期の間に1波長、ラムダメートル進むものです。ここから波の速さは時間分の変位、T 分の1が F ですから、V が F ラムダという公式が導けます。波は1周期の間に、ラムダ進みますから、例えば、この波ですね、右から来る波は、T 秒間にどこまで行くかっていうと、この先頭がここまで行くわけですね。1周期の間に1波長ですから、これが波長です。山一つ谷一つが波長です。これだけ分こっちへ進むわけです。ここに進むわけですね。先頭がここまで進みます。だから T の間に T 秒間にここまで移動するということです。こちら側の波も1周期の間に1波長進みますからここまで進みます。ということは4分の T 秒後というのはここから T 秒間にここまで行きますから4分の T 秒間はこれだけ進みます。2分の T 秒間、4分の 2T 秒間にこれだけ行きます。4分の 3T 秒間にここまで行きます。4分の 4T、T 秒間にここまで行きます。右からの波も4分の1周期の間にここまで行きます。2分の1周期の間にここまで行きます。4分の3周期の間にここまで行きます。T 秒の間に1波長を進みます。それを順に書いていきましょう。左側の波はここまで来ます。4分の1周期でここまで来ます。右側の波はここまで来ます。これを合成すると、このような、ここだけ2倍の大山になった波になります。両側書いておきましょうかね。どんどん来ると仮定するとこういうふうになります。次、2分の t 秒後には、この線とここまで行きますから、点線の波はここまで来ます。4分の3周期はここまで来ます。全部書いちゃいましょうね。T 秒後には1ラムダ進みます。左側の波はこのように移動してきます。右側も同じように、もう実線で書きますね。ここまで来ました。次ここまで来ます。次ここまで来ます。次ここまで来ます。合成波はここは打ち消し合います。次は大山大谷になります。次は打ち消し合います。合成波の節ですが、合成波というのはもう定常波になります。左右から来る波が定常波を作ります。定常波の腹なんですけども、この山とこの山が4分の t 秒後にぶつかって、原点が大山になりますね。こうですね。だから、もう原点は腹なわけですね。大山ができる場所は腹です。したがって、定常波の絵というのは元の波長と同じですから、芋がここにできます。ここにできます。ここにできます。こういう定常波ができるわけです。腹の位置が原点 x が0であることが分かると、こういう定常波ができることが分かってしまいますから、F 氏の位置はここになります。